京成3100系電車は2019年に登場した京成電鉄の通勤系電車。2003年に初投入された3000系以来16年ぶりとなる京成グループ標準車両として設計、製造される車両で2019年4月11日に導入が発表された。新京成電鉄との共同設計で 新形成電鉄では8万型として製造されるが、形成3100型と新形成8万型では、機器類等に一部差異が見られる。受け継ぐ伝統と新たな価値の創造を設計コンセプトに、形成電鉄の通勤型車両における質実さ、実用本位という設計思想を重要視しつつ、成田空港線への投入を前提として、2020年、 東京オリンピックパラリンピックの開催を見据えた法日外国人対応やバリアフリー化の強化を前提に空港利用客の利便性に配慮した設計がなされた。2019年10月10日に総合車両基地で報道陣向きに公開され、10月26日のダイヤ改正から営業運転を開始した。最初の車両は既存の3000系7自社に習い、 3150番台とされた。日本車両製造と総合車両製作所がそれぞれ編成単位で製造を担当するが、基本設計は日本車両が担当している。3000型と同じく、いわゆる日車式ブロック工法による軽量ステンレス製18メートル級3、扉車8両編成を組む。先頭車は絞りや檻を入れ、スピード感を表現。 成田スカイアクセスに投入されることから、京成本線との故障防止を兼ねて、京成の車両では初めてオレンジを基調としたデザインを採用しており、車体前面と側面に3050型と同様の飛行機のイラストが、さらに車体ドア横に、成田三新商事、浅草かみ門とスカイツリー、千葉県側からの富士山円形のイラストが施される。前面、側面の表示装置は、 フルカラー LED を採用し、4カ国語表示や、液ンバリング表示に対応させた。3151回のみ、車体裾に飾り帯がある。新形成8万型との違いは、乗務員室の手すりが8万、型は3本に対し、3100型は4本になっている。成田スカイアクセスに投入されることを念頭に、様々な新機軸が盛り込まれている。車内は、 オールロングシートだが、最大の特徴として、一部折りたたみ式ロングシートを採用している。各、扉間の8人掛け、ロングシートが袖仕切り付きの3プラス2プラス3に分割されており、中間の2人がけの部分は折りたたんで、スーツケース置き場とできる構造となっているものである。また、シートの背もたれを3000型より170ミ、mm、リメートル高いハイバック仕様としている。 中間車の車端部は座席のないフリースペースとなっている。防犯カメラは一両に3台設置されている。また、編成全体で誰でも使える形成フリー Wi-Fi が設置されたが、新形成は跳ね上げ座席とともに未搭載となっている。17インチワイド液晶ディスプレイによる車内案内表示器を各乗降扉上に2画面ずつ搭載している。片方が、 停車駅や乗り換え案内などの運行情報表示用であり、もう片方が広告用になっている。このほか、プラズマクラスターイオン発生装置が導入され、空調制御ソフトの見直しなども行われている。また、開放感を持たせるために、座席端部の袖仕切りにはガラスが採用されている。空調装置は三菱電機製の集中式 CU718。 A 型で、能力は 46.51kW の装置を各社1台搭載する。主制御装置には s i イ g b と素子とシック SBD 素子を組み合わせたハイブリッドシック素子適用の東洋電気製造性能にレベル PWM 方式 VVVF インバータ制御装置が採用され小型軽量化が図られている。1軍で主電動機4台を制御し、 M1 車と M1 車に2群ずつ搭載する。主電動機は、東洋電気製造製の定格出力 140kW の全閉式カゴ形三小誘導電動機を採用した。主電動機の大容量高出力化と電気抵抗値の小さい銅コイルを用いたフィルタリアクトルの採用、回生低トルク領域の終端速度を可能な限り高めたことで、 改正電力を最大限に活用することで、従来の SIE グブと阻止のみ、使用の VVVF インバータ制御方式を採用した3000型に比べて、消費電力15%削減をすることができる。また、乗務員の要望を受け時速 25km 以上で、作動する低速運転機能を取り入れている。6M に T 編成を組むが、先頭車両が制御電動車となっており、 京浜急行電鉄の規定を満たしている。パンタグラフは編成中に5機設置される。ユニット構成は3 7 0 0系以来採用してきた。先頭車は、コンプレッサー搭載電動制御車。先頭から2両目は、主制御装置搭載電動車。先頭から3両目は、補助電源搭載付随車という構成である。台車は、日本製鉄製のモノリンク式ボルスタ付け。 空気バネ台車を使用している。形式は動力台車が FS563M 型、付随台車が FS583T 型である。補助電源装置は東芝インフラシステムズ製の静止系インバータを搭載する。空気圧縮機は三菱電機製のオイルフリースクロール式 CP を各戦闘車に搭載する。2019年7月24日に 総合車両製作所から3152編成が9月22日に日本車両製造から3151編成がそれぞれ出場し金沢八景駅経由で総合車両基地に搬入され試運転を経て10月26日のダイヤ改正から運用を開始した基本的にアクセス特急エアポートに優先的に重され都営地下鉄浅草線を介して 京浜急行電鉄にも直通し、羽田空港へ至る運用が中心だが、西馬込駅や京急栗浜駅までの運用に、充当される場合もある。ありがとうございます。